日の相談です。自分から好きになった人と2回目のデートにつながったことがありません。向こうから来た時は続きます。逆にしたいです。いつもご視聴いただきありがとうございます。恋愛アドバイザーの津崎まみです。この動画が少しでもあなたのお役に立てれば嬉しいです。ということで今回は好きな人と2回目のデートにつながったことがないということなんですね。自分から好きになった人からは求められない、だけどどうでもいい人からは好かれるっていう状況ですよね。つまりこれはね、カッコつけてるのが裏目に出てるっていうこと以外の何者でもないかなというふうに思います。例えばね、こういうことを言ったらカッコ悪いって思われるかもしれんなとか、こんな風に言うことで自分のことをすごくいいって思ってもらいたいなとかですね、そういう、まあ、もちろんこう意識している部分もあるし、無意識の行動っていう部分もあると思うんですけど、まあ、要は自分自身の見せ方ですね、どんな風に見られたいかっていうね、そういうこう自分のことで頭の中がいっぱいいっぱいになってしまって、で相手のことを思いやっているっていう演出がねできてないんだと思います。なのでもう向こうからするとね、この人とデートしても面白くないんじゃないかなというふうに誤解されてしまって、でなかなかですね、こういいデートにつながらないという形なのかなと思います。なのでこういう症状が出ている場合っていうのは、自分自身がですね、その相手のことをどれぐらいいいと思ってるか、あるいは自分がどれぐらい素敵な人なのかっていうのをアピールするのではなくって、相手の良さをどうやったら引き出せるかということにやっぱりですね注力してコミュニケーションを取るのがいいかなと思います。そう考えるだけできっとねうまくいくと思います。あとはですね、もしかしたらその無意識のね行動でやってしまっていることがあるかもって話さっきしたんですけど、デート中にね意外とこう好きな人の前で絡まってしまった時にね、やりがちな行動っていうのをね今回はご紹介していこうと思うので、それも合わせてねちょっと確認をしてもらえたらなと思います。では早速やっていきましょう。ということで今回はデート中女性が嫌だなって思う振る舞いです。まず一つ目、食事のマナーが悪いとか、あるいは相手に気を使わせているという状況です。大人のデートってなると、まあ大体ね、食事に行くっていうことほとんどかなというふうに思うんですけど、食べ方が汚くってがっかりですね、という話は聞きます。緊張してしまって、ついうっかりですね、物をこぼしてしまったりとか、こう、ボロボロね、食べてしまったりとか、無意識の行動が出てしまったりとかですね、まあそういうところがないかどうかっていうのは、もう一度ね、自分自身を振り返る必要があるかなと思います。特にね、食事のその食べ方ですね、に関しては、生理的嫌悪感を抱きやすいポイントになるので、まあぜひですね、おそらくほとんどの方はやってないと思うんですけど、なんですけど気抜けた時にねやってる可能性があるので振り返ってみましょう。他にも食事に関してね、食事の好みが合わないとか、まあ、好き嫌いが多すぎるとかね、女性よりも小食すぎるとかですね、そういう相手が気使って食べにくいっていう要素がある場合も、まあね、ちょっとこの人とは2回目のデート、3回目のデートないかなっていう風に思われちゃうので、それがね、例えばこう、病気とかで、どうしても、まあ、食べれない時とかありますよね。あるいはお仕事の関係で、まあ、モデルさんとかだったら体を絞らなければいけない時期っていうのがあります。まあ、トレーナーさんとかもそうですよね。そういう仕事に関することで、まあ、一時的に食事量を減らしているとかだったら、まあ、相手もわかるんですけど、そうじゃない場合ですね、まあ、そういう場合はちょっとこの人と一緒にいるの難しいなって、特に食事って1日、まあ、基本的には3回するものなので、この人と1日3回同じ食事をし続けるって考えた時に、まあ、ちょっと難しいなって思われちゃうポイントとしては結構大きいかなと思います。まあ、無理してね嫌だなって思ってるものを好きになるって難しいんですけど、なんですけど、まあ最低限ですね、相手が気を使わないような振る舞いをするですね。例えばね、お酒苦手な男性がお酒が好きな女性とお食事に行くっていう場合は、相手がこう気を使わないように、自分も飲んでる時、飲んでる人のようなねテンションで話をするとかみたいな、そういう、まあ、相手がこう気使わずに飲めるような配慮っていうのをするだけで十分かなと思うので、やっぱりこう相手が気を使わないように配慮する、特に食事面に関しては気をつけるべきだと思います。そして2つ目、自分以外のものとか人に対して態度が悪いです。
デートでね、利用したお店の店員さんに対して横柄な態度を取るっていうのは、基本的には一発アウトですね。それがね、めっちゃ失礼な態度を取られたとか、すごく理不尽なことをされて、めっちゃ腹立つっていう状況で、怒っても仕方がない時っていうのはあると思うんですよね。だから、絶対怒っちゃいけないっていうわけではないんだけど、なんですけど、そういうどう考えても向こうが悪くって、で、こっちがどう考えても怒っても仕方がないっていう状況で、感情的にならずに冷静にね対処できるっていうのは大人だなっていう風に思わせやすいので、ぜひですね、感情的になってはいけないわけではないんだけど、できるだけ大人の対応っていうのを心がけてもらった方が、次につながりやすいかなという風に思います。それからね、人に対する態度っていうのももちろん大事なんですけど、結構ね女性が意外とよく見ているのが椅子とかお皿とかコップとかですね、そういうものに対する態度っていうのも結構見られてます。そういう部分って普段のね素が出るんですよね。だからこう上品に振る舞っててもお皿に対してとか椅子に対してですね、あるいはこう自分が持ってるものとかもそうなんですけど、雑に扱う人っていうのは、今はいい感じに振る舞ってるけど、実際は多分雑な感じなんだろうな、だから私に対しても雑な態度を取る可能性があるなっていう風に思われちゃうので、なので人に対しての態度っていうのはもちろんそうなんですけど、それ以外のものですねに関してもやっぱりこう丁寧に扱うっていうのは心がけた方がいいでしょう。そして3つ目、スマホをずっといじってるです。これはね男女限らずですけど、スマホをね手放せないっていうタイプの方はですね、特に気をつけた方がいいですね。スマホって連絡手段以外にもゲームだったりとか情報収集だったりとか、本当にねこう様々な場面でとても役に立つツールですよね。だからハマる気持ちはわかるんですよ。なんですけど、デート中にスマホをいじってるっていうのは、もうそれがね、どういった理由であれ、それがこう、相手にね、ちょっと仕事関係の連絡が来てて、どうしても連絡を取らなきゃいけないから、ちょっと待ってね、みたいな断りを入れたっていう場合を除いてね、基本的には、あなたと一緒にいるのがつまらないから、自分はスマホをいじってるんですよっていう無言のメッセージを伝えてしまいます。そして、なかなかね、そうじゃないんだよ、緊張してるからだよっていうメッセージをですね、メッセージというか誤解の解き方っていうのってできないことが多いんですよね。だから基本的にはデート中はスマホを触らないっていうのを基本姿勢にされた方がいいでしょう。もしどうしてもねゲームしたいとか、暇がね潰せないっていう場合は、一緒にスマホを見るとかだったらいいと思うんですね。自分のこうカメラロールだっけ写真のやつとかをこう一緒に見るとかっていうのはいいと思うんですけど、自分一人だけ楽しむっていうのはね、やっぱりこう相手は置いてきぼりにされたような気持ちになっちゃうので、そこはねご注意いただけたらと思います。そして4つ目、計画していないです。女性はね引っ張っていってほしいっていう気持ち強い方の方が多いんですよね。だからリードしてほしいとかよく言うでしょ、頼りになる人が好きとかっていうじゃないですか。なので頼りがいっていう部分がなくてもいいんだけど、でも頼りになるようなですね、こう努力をしているっていうところを見せるっていうのは大事かなと思います。なのでデートの時とかね、どこに行くで、その後2軒目どこに行くとかっていうね、その計画ですよね、というのを立ててた方が印象がいいです。結構ね優しい方とかすごく気を使う方って、こう特に初デートですねの時に相手に合わせようと思って、どこ行きたいとか何食べたいとか、全部その合わせるわって言っちゃう人いるんですよね。それは優しさだっていうのはね、客観的に見たらわかるんですけど、そんな風に言われたデート相手の女性っていうのは、この人何でもかんでも私に任せっきりやんとか、頼りないなっていう風に思ってしまいます。そうなっちゃうとね、せっかくの優しさが、ちょっとこう逆の印象になってしまいますよね。だからね、細かく決める必要はないんだけど、でもざっくり、ここ行って、その次ここ行って、で、ここ行って解散しようかぐらいの、ざっくりしたプランっていうのは立ててた方が、こう、デートをね、楽しみにしてくれてたんだなっていう印象を相手に与えることができるし、で、オフィス選びね、すごく迷った場合は、相手に、こことここ、どっちが好きとか、どういうお店がいいとかですね、そういうのをこう聞くっていうのも、すごくいいかなって、こう、一緒にね、やってるっていうのを女の子は喜ぶので、そういうですね、ストーリー、
ですね。一緒に一つのものをこう仕上げていくというか成功させるっていうね、まあ、体験をさせるという意味でも結構ね計画を立てるときに相手の女の子に、まあ、好みを聞くっていうのもおすすめかなと。ということでまとめです。今回はデート中に女性が不快になる行動をご紹介しました。まず一つ目が食事中のマナーが悪いとか相手に気遣いをさせてしまうですね。そして二つ目、自分以外のものや人に対する態度が悪い。で三つ目がスマホをずっといじっている。で四つ目が計画していないです。この動画が少しでもいいなと思っていただけましたらグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。この動画の感想もコメント欄に書いていただけるととっても嬉しいです。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。いかがだったでしょうか。ちょっとね途中で咳が出ちゃって聞き苦しくって本当に申し訳ありません。だんだんね鼻声もねまたちょっと出てるんですけど、ちょっとずつ改善傾向にはあると思うので、もうしばらくね本当に聞き苦しくて申し訳ないんですけど、ご了承いただけたらなと思います。今回はですね、自分から好きになった人と2回目のデートに繋がらないっていうことなんですけど、1回目デートできてるっていうことなので、本当にね、ちょっとその相手の良さを引き出すっていうね、意識に変えるだけで、全く違った結果になってくるんじゃないかなというふうに思います。多分ちょっと自分のことでいっぱいいっぱいになっちゃって空回ってるというか、まあ、相手がちょっと置いてけぼりにされてるとかですねということも多いのかなと思うので、まあ、今回ご紹介したですね、まあ、女性が不快になる振る舞いというか誤解されちゃう振る舞いですよねというのをしてないかっていうのももちろんだし、まあ、プラスして、まあ、そういうですね自分のことだけ考えてしまっているというふうに相手に思われてないかどうかですねというところも見返してもらったらなと思います。まあ、よかったらね参考にしてください。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。